坂木原正二家元禄十二年四月十八日は、江戸時代前期の旗本。姫寺藩坂木原家の文家。坂木原交渉の書士、坂木原勝政の子。通称は、八之助、いおり。母は、今石。妻は、坂木原若狭直勝の娘。本家を継いだ、坂木原正邦は長男。勝忠氏は、坂木原交渉直系の孫であり。 坂木原家を継ぐべき血筋ではあったが、父の勝政は、騒動による事情により家督相続を果たせず、幼少時は、父と共に、父のいとこにあたる岡山藩主、池田三政の世話になり、以前岡山藩で暮らしていた。池田三政や本家当主の坂木原正草などが、奔走し、漢文7年10月23日に、勝忠と弟の正隆は、将軍、 徳川家那との敗越を成し遂げた。12月26日に、勝忠氏は千病を与えられて、旗本となり、寄り合いに列した。正隆も旗本に取り立てられている。同年の5月23日、父、勝忠氏は、岡山にて死去している。遠方3年9月21日、長男が生まれるが、この長男の虎之助は、 越後村上藩主の坂木原正友の養子となって、後を継ぎ、天那三年に、坂木原本家を相続した。元禄元年8月23日には、使い版となる。元禄二年2月1日、不意を許される。元禄九年2月14日、先手鉄砲頭となる。元1十年7月26日、武蔵国倉木軍、日立国河内軍の戦国に領地が改められる。 元六十二年三月二十二日知死。四月十八日死去、去年五十九。男子の聖句には本家を相続したため、旗本家の家督は、老いの勝次が養子となり、継いだ。後、勝次の次男もまた、坂木原正峰として、本家を相続した。ありがとうございます。